はい、私の住んでいるところからすぐ近くにある小さな神社にやってきました。勾配が綺麗でしたね。有名な神社というわけではなくて、本当に小さな神社なんですよね。牛のこういうね像があったりとかですね、小さな祠があります。はい、神社の名前はね、北野神社っていうんですよね。はい、ですね、皆さんのうちの近くにも北野神社っていう神社はね結構あると思うんですよ。それからね、何々まるまる天神とか何々天満宮っていうのも、あると思うんですよね。また独立した神社じゃなくても大きな神社の境内にこういくつか鳥居があって、いくつか祠があるようなところにこのように、天神様というのが祀られているところも多いと思います、ね、こういうね、天神天満宮とか北野神社っていうのはね、神様は菅原道真という人のを祀っていることが多いんですよ、ね、ご存知だと思いますよね。天神様と呼ばれたり学問の神様と呼ばれて、よく受験生などが絵馬に願い事を書いていたりするような神社もあちこちにあると、ね、これはGoogleのマップなんかで検索すると本当にね、日本中どこにでもたくさんある、ね、まあ、日本人に親しまれた神社の一つだと思います。でこれが今日のなんていうか一人目の怨霊で、ね、なんか学問の神様だったりこう明るいイメージがあるんで怨霊とは似つかわないかもしれませんけど、これが平安時代のね、一人目の怨霊ということになります、ね。菅原道真という人はですね、あまり身分の高い武士貴族ではなかったので、朝廷で高いくらいにつくこともあまりない家柄でした、ね。有名なのは平安時代の朝廷っていうと藤原氏が非常に権力を握った有名なの藤原の道長ね、小学校の教科書にも載っていましたが、まあ天皇家に次々と娘を嫁がせてその生まれた子の貢献をするという形で摂政をするというようなことを教わりましたが、まあ菅原道真と藤原道長は100年以上離れていてですね、道長ね、藤原道長の後なので菅原道真と絡んだのは道長の先祖の藤原氏ということになりますね。じゃあその時代から100年ぐらい戻った状態で、これは藤原の義房という人物になっています、ね。義房は平安時代最初に摂政になった藤原氏ということになります。さあ摂政になるためにはね、天皇の外戚になる、つまり娘を天皇家に嫁がせて、まあ、政略結婚という形になるんですね。ただね、このような形で自分も権力を握りたいと思っている貴族は他にもいるので、必ず、娘が妃になったから必ずいい地位がもらえるとは限らないわけですよ、ね。そしてそれらをめぐって貴族たちは皆争っていたんですね。例えば上和の変というので平安時代で始める頃ですが、この時にやはりこう謀反の疑いとかをかけられてですね、処分された貴族として立花氏や友氏がいます、ね。友氏ってのは昔大友氏と言ったので、大友のやかもちなどのように、ね、有名な人もいますが、名門の貴族です。これらがですね、この事件で、まあ、悪役の方になってしまうと、まあ、権力の座から追い落とされてしまうと、ね。今度は応天門という門が火災にあった応天門の辺ではまた友氏、ね、友の義雄、ね、あと騎士、木の何々ってね、木の貫之とか木の、友則とかね、歌人として有名ですが、彼らはね、平安時代の半ば頃の人で、あまり高い身分じゃなかったんですね。名門だったんですが、この頃こう没落していったんですよ、ね。まあこれは藤原氏が必ず黒幕でこの人たちを没落させたというばかりではないんですが、まあ、いろいろ運の良さも重なってですね、藤原義房はですね、ライバルを次々とこのように排除することに成功した。ね、義久の養子になります藤原元常、ね、この人は最初に藤原氏として関白になった人です、ね。阿公の憤議というのを起こしてですね、この文章を考えた阿公というのは関白のことなんですけど、中国語風の、ね、言い方をすると阿公というんですが、まあ立花の広美という人が書いた文章に、まあ、イチャモンをつけてですね、ね、政治を放棄するということで、
そしてですね、最後は相手を屈服させて、この立ち話を失脚させるということになってですね、これを藤原氏の先ほどの天皇の外戚となるもう一つの権力の掌握方法として他氏排斥と、ね、言います。はい、予想がつくと思いますが、このさっき言った怨霊というのはね、言われている菅原道真は他氏排斥の餌食になったということですね。この時は藤原氏は藤原の時平という人物になります、ね、これ と、菅原道真が、同時期にいてですね、2人が、2人とも出世をしてですね、勢力を二分するような感じになったんですね。宇田天皇という天皇がですね、藤原氏ばかりに権力を握られるのをあまり面白くなく思っていて、菅原道真を引き立てて、時平のライバル役としてね、最終的には藤原時平が左大臣、それから菅原の道真が右大臣になるね、菅原の道真の菅原家の身分としては、学者の家柄、または下級または中級の貴族の家柄で、大臣になれるとは誰も思っていなかったっていうことですよね。はい、こうしてね、それだけ能力が優れていた、天皇の信任が厚かったけども、単に個人として優れていただけじゃなくて、藤原氏の対抗馬としてこう対抗させられたという面もあるかなと思います、ね。結局立派で、能力があるとですね、普通は、ね、評価されるんですが、この頃の、貴族社会っていうのはですね、家柄を飛び越えて出世するような人は恨まれることが多かった、ね。そしてこの力、多くの貴族から恨みを買うようになるよ。さらに道真、菅原道真も娘を天皇家に受胎させて、そういうことをしたということで、非常に今度は警戒されるようになってね、細かいことを挙げつらわれて罪を着せられてしまうということがあったんですね。はい、このようにですね、正体の変、今度道真が藤原の時平をはじめとする他の貴族から嫌われて排除されるということになったんですね。当時は実際に悪いことをしただけではなくて、悪い噂が立っているとか、または陰陽師とか、または僧侶に呪詛といってですね、政敵を恨む、ね、祈祷をさせるなど、そういう、非常に非科学的なものを根拠にですね、相手をね、陥れることがあったんですね。こうして道真は排除されました。太宰府権の措置というくらいに行くんですね。太宰府って、ね、大事な役目だったんで、もともとはいいくらいなんですけども、当時はもう、菅原道真自身が遣唐使の廃止を進言してですね、遣唐使も送っていないし、海外との戦闘もないという、戦いもないということで、太宰府はいわば、窓際な仕事になってきて、そこに行くっていうことは完全にこう都から追放されたという形になるわけです、ね。そこへ行ってですね、ろくに、援助もされずに、寂しく亡くなっていくということになりました。ね、そうしているうちにですね、都に残った藤原氏の関係者とか朝廷の関係者で次々とこう不幸が続くんです、ね。極めつけは、御所に、落雷があって貴族の多数が、ね、亡くなるという事件がありました。これは菅原道真様のたたりではないだろうかとね。道真は、雷様みたいな天神に、天の神となってですね、これをですね、復讐をしているのだということね。そう言われてみると、さっきの藤原の時平も刀を抜いて貴族にしてはね、勇ましい格好してますが、これはね、同じ絵なんですよね。絵巻物ではですね、落雷があった時に、時平が刀を抜いて対抗している姿です。ただこれは史実的には間違っていてですね、時平が亡くなったのは随分若く30代で亡くなったようですが、この落雷事件があるよりも先なので、これは後世に、道真と時平をライバルとして面白おかしくこう歴史で扱ったり、歌舞伎の演目になったりする中で、この落雷の事件の時に、時平が抜刀しているという絵が描かれたんですが、これ史実とはちょっと違っています。こうしてですね、菅原道真を、怨霊を、ね、またたたりを避けるためにこう 神様にすると。時々ね、人間が、ね、死んだ後神様になられるっていうのがあってですね、特に平安時代はこうやってね、
恨みを持って亡くなった人を神様として祭り上げて恨みを鎮めようとしたんですね。こうして太宰府なり、京都の北野なりにね天満宮ができて、菅原道真を、祭るということになりましたね。一つは、祟りを恐れてあちこちにこの天満宮や北野神社が作られるようになり、もう一つは藤原氏のように出世して当たり前の家庭じゃないのに右大臣にまでなったということで、勉強ができた、ね、学問ができて優れた人物だったということで、いつの間にか、まあね、個人的な実力で出世したということで学問の神様となって親しまれることになりました、ね、きっとまあ、ね、これだけ人々に親しまれて道真の怨霊も静まったんではないかなというふうに思いたいですね。再び神社の映像を見ますね。皆さんのうちの近くにも小さいけれども、天満宮や北野神社などがあると思うんですよね。大抵のね市に一つや二つはあるんですね、ぜひ行ってみてくださいね。道真は左遷されるときに牛の背にまたがって左遷されたとか言われていてですね、牛が祀られていたり、ね、そして受験生がお祈りに来ていたりするんではないでしょうか。はい、さて次はですね、随分、古めかしい神社ですよね、さっき の神社の、ね、華やかではないんですね。森の中にあってですね、これは関東地方にある神社なんですよね、関東地方ってですね、今は東京のそばにあるので、日本の中では中心地に近いという、皆さん印象を持つと思いますが、この平安時代頃の関東地方っていうのはもうど田舎中のど田舎ですね。ですね、坂東っていう市の名前が坂東になってますが、これ箱根の坂よりも東はもう都の貴族たちは行きたくない、怖いね。歴史で習うのって大抵近畿地方や平安京や平城京の近くの歴史ばっか習って、関東の歴史ってめったに出てこないんですよ。縄文時代に竪穴住居っていうのがあってそこに住んでたってことで、実は平安時代頃この関東ではまだ庶民は竪穴住居のようなものに住んでいたと言われている。それぐらい遅れていたんですね。はい、この神社ね、とても雰囲気私は好きだったんですけども、かやぶきでですね、質素とね、質実剛健な感じがしていますね。はい、この神社はね、何を祀っているのかということですね。中にですね、神様 と、ね、としてね、武将の絵が描かれています。左の方にね、武将の絵が見えるんですよ ね。これがね、平将門という人物です、ね、今日の、怨霊の2人目ということですよね。右の方には彼の木像の写真などもと飾られています。さあ、これはね、岩井というところにある将門の銅像ですね。これはね、武士の走りですね。都の貴族のような服装をしているけども、馬に乗ってこう颯爽と歩いている。で、後の武士たちのようにこう鎧だとかそういうのをたくさん着込んでいる、そういうのとはまたちょっと違う、初期の頃の武士ですね。平野と聞きますので、桓武平氏の子孫ですね。では歴史上はですね、10世紀に坂東、関東で反乱を起こしたというので平将門の乱として有名になった人物です。ね、もともとは関東地方の、茨城県あたりに力を持っていた一族だったんですね。平とつく、平国家とかいろんな人がいてですね、将門のお父さんも、平義政といってですね、鎮守府将軍といって東北地方を治める将軍だったりしているので、なかなかね、武門の家柄とで、または馬をたくさん飼っていい馬を飼っていてそういうこともしていたね。それが一族の争いで戦うとですね、将門は非常に戦が強くて
次々と勝利していったと、神がかり的な勝利をしていったということね。それがだんだん講じてですね、こう地方の武士たちが朝方のところに家来として集まるようになり、やがてこの関東地方の大部分をこう制圧するようになってくるとね。こうなってくると朝廷側としてはですね、朝廷に対する反乱であると認定するんですね。いろんな言い伝えがあって、兵士ですから天皇の血も引いているので、新皇といって新しい天皇として独立しようとしていたとか、いろいろな説があるんですが、とにかく非常に勢力があり、地元では非常に人気があったと、ね、で朝廷は当時平安時代ね、まとまったきちんとした軍隊を持たないで、こう武士が反乱を起こすと別の地元の武士に討伐させるという形を取りましたね。将門もいとこの平の定盛、それから栃木県にいた藤原の秀里なら鎮圧されたと言われています。平の定盛の一派はこの戦いの後名を挙げてですね、有名な平の清盛とか、この定盛の子孫になります。藤原秀里の方も、栃木県の俵の東田などと言われてですね、これも朝廷型の武士として上級の乱あたりまで子孫が活躍しているのが歴史に残っていますが、将門は最後は彼らに撃たれて、首が京都で晒されるということになりますね。この頃から徐々にですね、将門はこうただ者じゃないとなってね、死んだ後この首が飛んで関東まで戻っていったなどと言われ、伝説が生まれることになります。有名なのはこのね、皇居の前にある、戦前の大蔵省のところにあった将門の首塚ね。地震で倒壊した大蔵省を、改築するためにこの首塚をこう片付けるというかね、撤去しようとしたら、こう大蔵省の大臣をはじめ多くの人がこう不幸な目に遭うということで、祟りではないかと言われて、中止になったと。日本が戦争で負けた後、進駐してきたアメリカ軍の GHQ が、この塚を撤去しようとしたが、撤去しようとしたブルドーザーが横転して運転手が亡くなって、さすがの GHQ も祟りで諦めたと言われる伝説が残っているところです。ただね、首塚っていうのは関東地方にはいくつかあるので、今日は有名なのじゃなくて、埼玉県のやつを見てみましょう。幸手市にある平将門の首塚と伝わるものですね。古代の終わりから中世にかけて作られた墓として、五輪の塔っていうね、形式をとっていますね。現在でもこのように花だとかお酒とかが備えられていてですね、結構お供え物が絶えない。地元の人がこの将門を恐れているのか慕っているのか、こうやってですね、花を手向けているということです、ね。こうして朝廷にとっては朝敵だった平将門は、関東では人気のある、キャラクターということで、教科書的にも関東の人が出てくるのは超珍しいんで、平将門の乱で一躍有名になって、関東の人ではこれね、関東の武士が活躍したことをすごくね、胸がすくような思いで見ていたのではないかなと思います。さあ次に行きます。はい、次はね、3人目の怨霊ですね。天皇家の系図が出ているんですね。天皇家でですね、しかもみんな天皇に即位してですね、日本で一番偉いってことになったんだから、いい生活をしてですね、自分の思い通りの人生を歩んだんではないかと思うんですが、この中で、怨霊3人目ですね。このストク天皇、またはこれが引退したとストク上皇というのがこの怨霊3人目ですね。非常に不運な運命が重なったんですね。この中で自分の一番思い通りの人生を送ったのはね、一番上の白河天皇、中学校の教科書には院政を始めた上皇として載っています。彼はですね、政治的な手腕があってですね、今まで摂政関白、つまり天皇の母方のうちに家に握られていた権力を父方に取り戻すという意味で、天皇を引退してから自由な立場で政治を行って、この頃になると上皇の方が実権を握っている
で院政というのを行うことになったんですね。彼はですね、政治的手腕だけじゃなくて女性関係も派手でですね、いろんな女性と関係を持っていたようですね。でなんと今日の主人公になっているストック天皇あるいはストック上皇は、これは形の上では鳥羽天皇または鳥羽上皇の子供ということに形式上であってますが、現実にはこれは白川上皇の子供のではないかと言われてるんですよ。お母さんの体験門院は、幼い頃白川上皇が養女としてもらい受けて非常に美人であったし可愛らしかったので寵愛されていた。そして、噂ではいや成長して男女の仲になったのではないかと言われていたんですね。でそのせいで縁談が壊れたりしたこともあって体験もいいんですが、結局白川上皇の孫の鳥羽天皇の妃になる。でそこで生まれたのが、ストーク天皇ですが、どうもこれは里帰りしたりとかの時もね、一緒に寝ていたりとかね、小さい時からね添い寝をしていたということで、噂になっていて、これは本当は白川上皇の子なのではないかと言われたんですね。なんで鳥羽天皇としてはですね、こういうケーズミル、つまりこれ自分の子供ということになってくる、実際は自分のおじさんということになるんですね。父親の兄弟ということですからね、おじごと言って嫌っていた、ね、そんなに嫌っていたんだったらなんで、天皇で後継ぎできたのかなって、これ難しいところですが、院政をしていた白川上皇、また頭を丸めてから白川法皇となるんですが、この人がこの今青で囲ったように自分の子供や孫のこともちゃんとこう見ている、一番上の立場になる。でだからストーク天皇としてはですね、白川が生きているうちに皇太子になり当然のように天皇を継ぐとね、嫌われていたけれども、長男であったし天皇の位に就いた。しかし思いのままに振る舞っていた白川上皇もやがて死ぬ時が来るんですね。白川上皇はね、有名な平清盛も白川上皇の子ではないかと言われるぐらい、いろいろね好き勝手放題をした人物ですが、最後には亡くなると、ね、で院政は今度は、孫の鳥羽天皇が鳥羽上皇となって院政をして、今度は自分が権力を握ると。でこうなってくると75代のストック天皇を早く辞めさせたいと思うようになった。なぜかというとですね、今度は美福門院という新しい妃を、鳥羽上皇は寵愛するようになり、そしてその子供を天皇にしたいと考える。つまりもう白川上皇が亡くなったんで、今度は自分が思い通りにやるぞ、ね、新しい妃の子供を76代につけてストックは早く引退しろと、ということで、なったんですね。しかもですね、ストック天皇の後を継ぐので、近衛天皇というね76代の天皇は皇太子になるんですが、この時にね皇太子ではなくて皇太帝、つまり、実際に弟なんで当たり前なんですが、養子だということにして皇太子にすれば一番穏便なんですが、皇太帝にした。これはですね、どういうことかというと、どうやら父親で亡くならないのでストック天皇は院政がやれないんですね。今ね白川鳥羽と院政をやって自分の好きなようにやってきたことがストックにはやらせないようにしたのではないかと言われてですね、はっきりしたことはわからないんですね。こうしてですね、なんかちょっと面白くないなと思いながら、2人目の上皇になり、鳥羽天皇が、鳥羽上皇がまだいますからね、なって、仕方なく位を譲るっていうことになったんですね。しかし今度はね、鳥羽天皇もいずれ亡くなるわけですよ。でこうなった時にこのあと誰が継ぐかっていうとですね、ストック天皇が例えば返り咲くとか、またはストック天皇の子供の重仁親王が即位するっていうと、ストック天皇としても気分がいいし、そうなれば自分も院政ができる可能性が出てくるんですよ。しかしこの辺がね、いろいろな貴族の陰謀やまた鳥羽上皇の意向もあってですね、なぜか後白河天皇というもう一人の弟が次の天皇に決まってしまうんですね。これはですね、後白河天皇はですね、鳥羽上皇にはあまり気に入られてなくてね、武にあらず、つまり武芸もできないし、
学問もできないとダメなやつだということで天皇にはなれないよってことで本人もあんまりなるつもりはなかったですね。今用っていう新しいタイプの芸能、ね、またあの歌に凝っていてですね、まあ、当時としてはあの和歌だとか漢詩だとかのような伝統的な芸能ではないのでまずねそんな今用なんてものに凝ってて、政治のことも興味がないみたいだし困ったもんだ、ね、これは天皇にする必要はないだろうと思われた人がなぜかまあねいろんな貴族の後押しとかがあってですね辻大天皇になってこれで崇徳天皇がね本当に権力に入れる可能性は全くなくなってしまうってことになったね。これが後白河天皇と崇徳上皇の争いとなっていくね。有名な保元の乱というね、まあ、 あの藤原の頼長という人物もいろいろとくすぶっていてですねそれと結びついて、あの乱を起こすのではないかという噂が流れ本当に乱になりで戦闘になるんですが、平の清盛や源義朝を擁した軍隊また藤原の、ね、新勢という人物が黒幕なんですがねこちらが勝ってですね崇徳上皇は敗れる。そして讃岐今の、香川県ですね入る、まあ、島流しになるんですね。入る先あのね四国いいとこだから俺私も行ってみたいなと思うんですけど当時はこの四国っていうのは都から非常に遠い場所で不便な場所としてこう流刑地になっていたんですね。そうなんで、入るされてしまうと。まあ崇徳上皇はそれでもあのまあ、 あの慎んでまあそのね自分からは反抗するようなこともなく讃岐に行きそこで歌が得意だった和歌が得意だったんで和歌を読んだりそれから自分がまあ一つの原因として乱が起こってしまい多くの人が亡くなったのでその人の、 あの供養のためにといってですねお経をこう真剣にきれいに写した、ねまあ、一説には血で写したのでは自分の血液で写したという説もあるんですがたくさんのお経を写してですね完成させるということをしたんですね。で完成したお経をですね、まあ、弟の後白河天皇のいる京都に送って京都の寺に納めて死んだ方々 の、 あの供養にしてくださいと言って送ったんです。しかし弟はですねこの昔の人ってのはこうなんかそのね入るになった兄貴から書類が送られてきてねこれなんかこう恨みがこもっているとかね、またはそれに呪いがかかってるんじゃないかとかそういうふうなことを言ってですね、突き返してしまったってことね。これでさすがの崇徳上皇も怒ってですねそれからこう舌を噛み切って血で、ね、なんか字を書いたとか爪や髪の毛を伸ばしっぱなしにして天狗のようになってしまったとかいう伝説が流れて、ね、まあね失意のうちに亡くなっていった。亡くなったのに京都側はですねあいつら罪人だからってことで特に葬式らしい葬式もせず無視するような形になった。そうしてるうちに、天皇家や、関係した貴族のうちで次から次へと不吉なことが起こって人が亡くなっていく、ね、でこれでたたりではないか、ね、ということで、人々がじゃあまあ、サヌキ院と呼んでたんですけどこれをストック院ストックって名前がついたのはこの時なんですね。いい名前っていうか、まあ、恨みを持って死んだ天皇はこのたたりっていう字をつく天皇がいるんですけどもこれをつけてですね、まあ、祀ってですねたたりを防ごうとしたと言われています、ね、白峰神社とかね、が後のように作られたりしてですね、まあ崇徳帝の場合もですね四国では四国の守り神ということになって、まあ、尊敬を集めるようになったりとかですね徐々にその怨霊としての姿もね変わっていくんですがね、後白河天皇は後にまた院政をして後白河上皇後白河法皇になるんですが源頼朝や平清盛をこう陰でこう操ったりとかね非常にあざとい政治家になるんですけどもさすがのその天皇もですねこのたたりとかですね呪いとかというのを当時は信じてたんですね。非常に恐れてですねこういうふうに、お前葬式もしなかったんだけどちゃんと称号を与えて、祀るということをしていった、ね、
はい、百人一首にある瀬尾早見、岩に捨てかれる滝川の割れても末に合わんとぞ思うというのが崇徳上皇の歌で有名で、歌人としては非常に優秀な人で、いい歌をたくさん残している人ですね。まあ、天皇家に生まれて幸せな、生活をすると思ったら、いくらいいうちに生まれても、あの辛いことやストレスとか悩みっていうのはあるんだなというのを、この複雑なあの人間関係を見ながら思って、非常に不運な人物だなと思ってますね。安らかにこうね、あの眠ってほしいなというふうに考えます。はい、以上が、日本の三大怨霊でした。